おい、ラビーちゃんの下乳で勃起してんじゃねえ、殺すぞ。どうも、令和チャンネルです。よろしくお願いします。先ほど生放送でね、ガチャ引いて、実際に使うのは動画で出すみたいなことやってたんですけど、今回ですね、一つの動画で、もうガチャと、まあ、実際に使うと、すべてやっていきたいと思います。一つにまとめてみました。で、まあ、来たガチャっていうのは、このなんかユーロのガチャなんですけど、まあ、別にユーロのガチャはな、正直言いますと、別にめっちゃ欲しいとおらん。別にめっちゃ欲しいとおらん。この中なんか誰が欲しいとか、なんかこいつがおらんかったらみたいなない。強いてよ、強いて言うのであれば、レバンドフスキをください。はい。僕はね、レバンドフスキをね、FP で持ってないんです。まあ、前回ね、なんかどっかの FP で取ったレバンドフスキがおったんやけど、それなんかめちゃめちゃ弱いってみんなに言われてから腹立って売っちゃったっていうところがありまして、多分おそらくよ、まだ能力値の比較とか見てないけど、最強のレバンドフスキが来てると思うんで、このレバンドフスキを取って、で、レバンドフスキで、あ、こんなに強いんだっていうのをまず実感して、まあ、ウィニングレブン2020に繋げようと。いうことですよ。だってこのレバンドフスキは非常に価値がある。これ取りたいな。で、なんか、モラタの総合値が96っていうのは確認しとって、モラタって動画相手も総合値95止まりやったんけど、ついにその壁を突破したということで、まあ、0地点とか95地点トップもらったなんで、これはちょっとぜひ欲しいかなと。まあ、実際に今持ってる僕のゴレツカ、なんかそのだいぶ前の CS のゴレツカも結構強いんすよ。まあ、それをさらに超えるゴレツカということは、まあ、やるんじゃない？割と。ブラックマジシャン程度にはやるんじゃない？とりあえずレバンドフスキ欲しい。なんで引いていきたいと思います。行きましょう。えい。さあ。お前だ！ん？あ。常連来ちゃった。常連が来た。総合値バカ高いハリケーン全部来ちゃった。すでに持ってるやつの上位互換もうええんや、正直。まあ、噛んでも若干強いけど、もう若干やからもうええんや、別に。正直俺はレバンドフスキがもらえればそれでいいんやから。レバンドフスキください。お願いします。嫌です、もう。またハリケーンを被らせてしまった。しかし次は、こうはいかねえ。ボヌッチ。お前も、クリアイを持っとるって、ボヌッチ。渋い。強いんかな、ボヌッチって。実際でもこれ使ったことないしな。国代表のやつも育てんとほったらかしやからな。終わり！前回の国代表で出てきたやつがなんかボンボンボン出てきちゃってますね。これはまずいですね。ってなるとなんか最後にモラタが出てきそうな感じではあるんですけど、フラグ的にはね、流れ的にはモラタなんですけど、そのモラタの流れを断ち切れ！流れを、レバンドフスキに持ってこい！それをさらに下回れ、ゴミ引き、アンドリー・ピャートアンドリー・ピャートおい、ゴールキーパー使ってのも使えんやっけ、こいつ !100 円取られた。これどうすん、これ誰使えばいいんだよ。全く変化がわからん。まあ、だから色合いが若干違うくらい、マジで。レアとミディアムレアくらいしかない、こいつらの変化が。というわけでですね、散々私の中で試行錯誤を繰り返した結果、今回使う FP が決まりました。今回使う FP はこいつ、ボルチだー、ボルチなぜだ皆さん、ボヌッチっていう選手はね、ほんとすごい選手なんですよ。見てください、ボヌッチの左腕をキャプテンマークを巻いてますよね。イタリアのとんでもないメンツたちをまとめ上げてるのがこのレオナルド・ボヌッチなんですよ。弱いわけがねえだろ、バカ野郎が。はい、というわけで焼き加減がレアの方のボヌッチをトレーナーにしてきたんで、これミディアムレアに食わせていきたいと思います。いきまーす。いけ、マックスまで。お前にトレーナー食わせたくない。もう、なんか、オートファジでなんとかしてくれ。もうオートファジでレベルマンまで行ってくれ。あーというわけで、この手間暇かかったレオナルド・ボヌッチ見ていきたいと思います。能力値見ましょう。あ、オフェンスです76とか結構高くね、無駄に。スピード8、瞬発74。これは、これは、言葉を失った俺は。フィジカルコンタクト91、ボディコン76、ディフェンスセンス98、ボールダッシュ97、アグレッシブ93、コンは4強い。しかも見てくれ、これバックスピンラブの低弾の部分持っとるよな。これどういうことが起こるかっていうと、ボヌッチがボール持ってセンターバックから一気にフィードよ。これよ !2 ステップで1点を取れるパターンでやったよ、これな。もうボヌッチがボール持ったら一発でビャーってフィードしてから、もうそこからもうボール持ってからシュートですよ。これでいこう。これでいこう、これでいこう。まだボヌッチには戦い方っていうものがある。まだ俺捨てたもんじゃない。な、この能力値だけを見て何人もの人間がボヌッチを捨ててきた、そうだろ、そうだろ、お前ら目覚まさせてやるよ、このボルチが最強センターバックだということをな。足元ではこっち、フィジカルではこっちで、完全にジョイコが二人挟まれてるけどな。誰よりもお前がセンターバックとして仕事をしてみろ、ボルチ。それで見返せ、行くぞ。
本当はバイエルンミュンヘンのネーニフォームで行きたいけど、ここはユベントスで行かせていただいてます。1156。これは勝てるね。いけるね。ボルッチ、そしてな、お前のコンディション安定度っていうところ、みんな不安がっとる。この動画視聴しよる人はな、みんな思っとる。結局、ボルッチだって使ったところで、コマンが大したことないけど不調なんやろって、みんな思っとる。多分、見よるみんなそう思っとる。そいつらのよ、ドギも抜いたれ、ボルッチ！よーしいけるぞ敵はどんな感じ？はいはい、オッケーオッケー。普通のフェルナンド・サントスね、問題なく勝てるであろう。ほら、皆さん見たでしょ？ね、ボヌッチちゃんと向上出せますからね、ちゃんとね。コンディション安定度は4あれば十分ですから。ここは、ボヌッチにボールを託して、ボヌッチから一気にフィード！そう、このロングパス！この精度が、ひどくいい。惜しい。まあ、それもそうでしゃあない。でもよかったくね。今のどっちかっていうと、クリスティアーノ・ロナウドのあれだからね、バップだからね。早めに点取りたいのに、こっちは。とりあえず早めに点取ってから余裕が欲しい。ボヌッチ、待て、落ち着け。近づきすぎな。そうそうそう。あ、クリバレが調子乗った。はい、大丈夫です。問題ありません。ボヌッチが見とるよ。ドンナルンマは仮に、あそこでボール弾いちゃったとしても、ボヌッチが取れる位置にいたから。誰よりも頭を回して、それがボヌッチです。それがボヌッチという責任感溢れる男だ。素晴らしい。しかもボール回して、これボヌッチがビルドアップしてくるから、これボヌッチが来て、ロングパス。そう、この低弾のロブが、気持ちいい気持ちいい気持ちいい、いやー欲しい、いける、うまい、うわ、でも今のところボヌッチのフィードが一番いいぞ。一番得点しそう、ボヌッチのフィードから。非常にいい。マラングサール。マラングサールでは、そう。まあ今のたまたまですよ、これ全然ね。これ実際マラングサールじゃなくて今のクリロナがいいから。マラングサールがすごいわけじゃないから、全然。落ち着け。ボヌッチ。ナイス、素晴らしい。もうほらさ、ハゲのさ、ベッケンバーとかバカが、ほら、完璧、体に滑りやすぜ。ベッケンバーってバカが、なんかマークずらしとったけど、ボヌッチがそこにカバー入っとるから。これ、しかもボールが入ってくる、手塚部長だ、こいつが。よいしょ、いけ。無理。ダブルタッチ。間に合ったようだな、ダブルタッチが。運命やユニフォームなんて関係ねえ。常に最強だ、最強だ。だからルンメリゲ、ルンメリゲダーン。今のところボルチ問題ない。そしてここで、そう、ここで触らない。天才だってゴールキックやからな。頭がいいわ。 AI がフィバだ、こいつだけ。ちくしょう、ボルチのポテンシャルはあまりにも高すぎて、俺はうまく使いこなしてるか不安だぜ。こんな時にはボヌッチをしっかりと制御することができる、使いこなすことができる人間はこのスカットにはいねえのかよ。ボヌッチは俺に任せな。その声はまさかピルロ。あとおまけ、次節ユベントスの監督を務めるピルロが来てくれたことによって、ボヌッチの能力値を最大限発揮することができるぜ。え、メッシ、はい、いいよ、ビエラ、いい位置いるね。ビエラちょっと立っていこうか、クリオナ。はい、メッシ最高。メッシ。そして、デルピエロというおまけが、ダブルタッチからの、ダブルタッチからの、そして死ぬと。デルピエロ選手ね、非常に頑張ってくれたんですけども、残念ながら、ボヌッチ！いい、ボヌッチいいよ。そんなに行き過ぎない。え、待って、これはまず、マラングサールとクリバのせい。はい、マラングサールとクリバのせいで最後、首位に来てもらったんだよ。はいはいはい、ボールをじっくり回すわけやな。そういうことしたところで何も変わらないことに気づいた方がいい。どうせボールは取られるんだぞ。死ぬまでの寿命が少し伸びただけだ。デビロ、完璧。クリオナ、はい、デビロ、デビロ。ネトペト、うわぁ、なぜネトペトに狙って、デルピロ捕まえちゃうもん。クリバリ、えぇ、やられとり、危なぁ。ナイス、ボルッチのラインコントロール。素晴らしい、統制されとる。こいつが現代におけるヒトラー。はい、マラングサル完璧。そういうとこいますよと。ビエラ。まだ落ち着け。これは、あえて前じゃない、後ろだ。このうちに、すべてを、手が伸ぶ。ブラボ。くー、惜しい。まずい。はい、マラングサル。こうなったらもう、ボルチ、手が伸ぶ。あ、まずい。パトリック・ビエラが、どうぞ。あ、これ縦いけるよ。うん。あ、行った。オッケー。なんとか勝ったと。オッケー、ラッスー。ボルッチは頑張って耐えてくれたからこそ、このワンゴールの価値が大きくなる。ボルッチさえいれば何でも取る人はない。皆さん今までたくさん手を、はい、ボルッチがいる、残念。いつもだったら開幕やられた、令和チャンネルもう開幕やられません。なんならボルッチがいるから完璧じゃ。てか割とガチでちょっと良くないあれなんか、あれなんかだんだんあれだな、んなんかお遊びで付き合ってた異性のことだんだん好きになっちゃうみたいな、そんな感じ今。あれ、ボルッチもしかしてお前ちょっといいんか、もしかして。
戦う前にもう勝負が決着ついてるみたいな、まあオフサイドのやつもそうですし、なんかボール取れてるよね、普通にね。フィジカルでバンバンぶつかるような、なんかそういうシーンがそもそもなかったな。まあちょっとピンチが少なかった可能性もありますね。なんで今回の試合でもしかしたらボヌッチの底力っていうのが見れる可能性も十分ありますね。さあ早速見ていきましょう、ボヌッチ。まずお前そのコンディション安定度というところがどうなのか、それをしっかりと皆さんに見せてあげてください。問題ありません。問題ね、そう、ボヌッチ、それだ。これどういうことかっていうと、この状態ね、ちょっと不調になるボヌッチっていうのが絶対後半4だから、これからどんどん出てくるわけですよ。ただしかし、この状態でボヌッチが十分で活躍をできれば、コンディション安定度って考える必要元からなかったってことになるから、みんなにとってその後半がダメだからセンターバック使えないという、このルーティン、この方程式を僕がぶち壊します。ボヌッチつけよ、ボヌッチつけ、全然いけるぞ、全然いけるぞ、まだ全然いけるぞ、まだ全然いける。で、ボヌッチしっかりポジショニングいいね。そうそうそう、オッケー。素晴らしい。全員で取るから。ボヌッチを避けるようにパスを出したら、結局マラングサールの足元ということですよ。素晴らしいですね。さあ、相手はどっから攻めてくるんですかね。中央から攻めていただけると非常にありがたい。ああ、ビエラが言ったよ、もう。ボヌッチが出るまでもね、私が相手をしましょう。素晴らしい。いい幹部役。来ればいい。出る、ピロさーん、ひゃー、あ、ピロちゃんナイス。ピロちゃんボール持って。はい、もういった。ここだ、空完璧、クリロラさーん、ひゃー、ビエラ落ち着け。やべ。いやー、これまずくね。ボヌッチ、近道うえ、ほら、見てみーや。敵がミスる。ああバカ、何やってる、アホだ、あいつ。オブネシーかと思った。ネドベド。はい。ナイス、ネドベド。で、ビエラでマイクと思うやん。マイクと思う。全員がマイクと思ったら、ボヌッチから一気に縦だっていうのを見せかけて、ビエラがボール持つわけよ。どうどう、はい、やられてるね。ラインが下がってるね。さ、いや、くっ、打てねえ、誰も。ボヌッチ。ヘディング。あれやられてる。だがマイボールだ。ヘディングで弾くことは全てが違う。マイボールになればいいんだ。まずい。あぶねえ、マジで。やばい、過度なボヌッチは逆に危険。薬と一緒です、ボヌッチは。おー、出る、ピロ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 。はい、完璧来た、おらー、入れよ。今回の総括なんですけど、このレオナルド・ボヌッチという男が教えてくれました。センターバックは、割と誰でもいい。